伝統産業品をやっぱり五感を通してお客様にお伝えしたいなっていう思いがこう矛盾のように湧き出てきまして、ちょっと逆行するように最近店舗展開も強めていったりしてます。直近で言うと石川の方にそれこそ高下さんのお近くなんですけれども、男性はお手伝いをするっていうような感覚が社会全体にとてもこう根付いて、次の子どもたちにつなげていくっていうことを引き続き皆さんと一緒に頑張っていければいいかなと思います。まあ、こう時代を経てきてる伝統産業だからこそ、やっぱり乗り越える力ってやっぱり底力は絶対あるんだなっていうのはすごく感じました。これ以上省けないっていう潔さっていうものを作っていきたい。なんかイメージがあって、そこにを表現できる素材をもうどこからでも選んでくるっていう。これよりトークイベント一場町緩和球大、もったいないんじゃないですかと、もっとその職人の技の面白さが現代にいっていいし、魅力が尽きないというか、掘っても掘ってもまだそこが見えないっていう不思議な魅力だらけで、陽と陽を盛るんじゃなくて陰と陽を組み合わせるっていう、そういう一応少なからずそういうルールがあるので、一生懸命やってるところからエッセンスをこう引き出して、あ、高岡はこういうことなんだよねと、高岡の市民の意識っていうのはこういうところにあるんじゃないかとか、夜遊びしてましたね。そうですね結構クラフト市場町を最初にやろうって言ったこと自体がゲリラ的でもありましたもんね。なんかこう誰も動かないならもうさっき動かしてからこうやってしまった方がいいじゃんみたいな感じで、こう2人で結構寝てましたもんね。爪が5本あるのは中国だと皇帝王様しか使っちゃいけないというか、へえ、心は男の子ですからね、うん、そうです。龍いきますよ。始まりました、市場町テレビ。よし、五来さん、はい、角田さん、はい、じゃんけんポンしてください。いやいや、もうこれ、うまいな。
うまめっちゃふわふわやんこれ。現世でそれともメイドでってことですか。あのミュートかけてください。ご来場ご視聴ありがとうございました。